こんにちは週刊中年ジャンプ編集長のストンですえ先生早速あの返信の方ですねいただきましてありがとうございますその中でですね質問が2点いただきまして、えー、今日元旦ですね今日その相場がない時ですね、えー、週刊中年ジャンプとしてはですねどのようなことをしましたかということとあとまあ株のその責任者としてですね、えー、どのような 勉強がでできましたかとということですよね、はいえー、ちょっとお答えしていきたいなと思います、まあ、僕の方ではですね株の方もその週刊中年ジャンプもですね一体として考えてましたので、えーまあ、週刊中年ジャンプとしてはですねあの動画はまあアップロードしていくんです株以外の動画もアップロードしていくんですけれどもこのお休みですねここを利用してですね株の方にちょっと時間を費やしたいなと思っていたんですねでそれはですね あの以前やってたその株の基礎知識ですねこのシリーズ動画これがあの中断してたんでこれきちんとこの休みでですね全部仕上げちゃいたいなと基礎の部分ですね、えー、おります、はい、でこれはまあ今後のカリュラムにどういうふうに使っていくかというのはまだ何も決めてないんですけれども、まあ、こ,ういうこ,とこういうのを作っておくことがですね非常に重要かなと思いましてその部分をですね 仕上げてていいきたいなと思っております、まあ、その次に、まあ、あの中級編とかそういったものも積み上げていきたいなと思ってますんで、えー、まずはそこに時間を使いたいなと思っております。はい、で、えー、とあとですね、まあ、あの4日からま,あまたあの相場が始まりますんで、えー、その始まる前にですね、えー、来週のまあ相場解説用の銘柄とかですねそういったものの選定なんかもあるんですが。 うんとまあそうですね、やっぱりその基礎知識、これを優先的にもう仕上げちゃいたいなと思っております。はい、であと、稼働部の方ですね、こちらも始まってくると思いますので、えー、目標等ですねきちんと考えてですね、何本上げるのかとか、上げれるのかとかですね、そういったものですね考えていきたいなと思っております。はいい以上ですありがとうございました